木造住宅の雨漏り減価償となることが多いトップ3についてお伝えしたいと思います。まず3番目はサイディングの目地ですね。建物を構成している部材の全ての継ぎ目には防水処理、シーリング防水が必要ですので、それが劣化してくると雨漏りに至ると。で、2番目に多いのがモルタル壁のひび、クラックですね。これは不良品ということではなくて、性質上経年すると必ずどうしてもある程度のひびが生じてしまいますので、原因であることが多いということになります。で、一番多いのがサッシ周り、考えてみたら当然外壁に穴開けてるわけですから、窓っていうのはその窓を構成している部材とセメント製品であるモルタルが当然密着して防水機能を果たすことは基本的にはないので、接触部分から入るというのは当然多いわけですね。